グレンドン・ラッシュはアメリカ合衆国ワシントン州シアトル出身の野球選手。投手、左投げ左だ。1993年の MLB ドラフト17巡目でカンザスシティ・ロイヤルズから指名され入団。1997年シーズン開幕前に発表されたベースボールアメリカ市の有望株ランキングでラッシュはロイヤルズ参加でジム・ピッツリーに次ぐ評価を受けた。 1997年4月6日にメジャーデビュー。1999年9月14日、ダンマレーとのトレードでニューヨークメッツへ移籍し、2002年1月21日にコロラドロッキーズ、ミルウォーキーブルワーズとの三角トレードでブルワーズへ移籍。ブルワーズ移籍1年目の2002年、自己最高の34試合に先発し、210.2イニングを、 投げたが、チームメイトのベンシーツ、リバンヘルナンデスと共にリーグワーストの16敗を、喫した。2003年は、シーズン2試合目の当番となったパイレーツ戦で勝利、しただけで、それ以後11連敗を喫し、1勝12敗で、シーズンを終えた。また、4月19日のアストロズ戦の延長14回裏に、代打で出場し、サヨナラ安打を放っている。シーズン終了後、 テキサスレンジャーズへ FA 移籍したが2004年シーズン開幕直前の4月1日に解雇された。レンジャーズ解雇から4日後の4月5日、シカゴカブスと契約。カブスでは先発とリリーフを併用された。2006年9月12日に敗血栓が生命に危険を及ぼすと診断された。カブスはラッシュと二千五年十月三十一日に二千六年から二年。 総額600万ドルの契約を結んでいたが、2007年1月25日に、ラッシュを解雇したと発表。2007年12月14日、サンディエゴパドレスとマイナー契約。2008年は、開幕から25人、ロースター入りを果たし、2年ぶりにメジャーで登板。5月に、コロラドロッキーズへ移籍。2009年も、ロッキーズでプレーしたが、防御率6.75の成績で、 5月15日に40人ロースターから外れた。ありがとうございます。